元キングプリンス平野耀の脱退に込められたメッセージ、ジャニーズ事務所への反発だけでなく、カウアン・オカモト氏への思いも、元キングプリンスへのメンバーである平野耀が脱退する直前に公開されたブログが、ひとえにジャニーズ事務所への反発だけではなく、カウアン・オカモト氏の発言に心を痛めるティアラ。 金プリのファン、たちへのメッセージも含まれていると話題になっています。5月22日、平野市洋、岸ユ太、タ、神宮寺優太の3人が金プリから脱退しました。これにより、金プリは長瀬門と高橋山の2人体制となりました。しかし、翌日には金プリの CD デビュー5周年を記念したライブ配信が行われ、 ファンたちは5人のメンバーの今後を温かい目で見守っています。平野が脱退日の夜、ジャニーズ Web で最後のブログを公開しましたが、1時間ほどでブログは削除されてしまいました。この内容がファンたちの間で物議を醸し、反発の声が上がったのです。ブログにはできないと言われたら仕方ない。 という数踏みがあり、この文から金プリの海外進出が事務所側から拒否されたのではないかとの憶測が広がりました。しかし、報道によると、事務所側はそのような発言はしておらず、平野が何を志していたのかが問われることになりました。ファンたちは心配と悔しさを感じているようです。平野のブログにはもう一つの気になる点があります。それは、 他人は他人、うちはうち周りをたくさん巻き込んでてもみんなは自分を一番に考えてくださいという文言です。子供たちに教える際に使われる、よそはよそ、うちはうちという言葉を平野が選んだ理由には、ある人物のツイートが影響しているのではないかと囁かれています。その、とある人物。 とは、ジャニー北川氏の性加害報道で注目されているカウアン・岡本氏です。カウアン氏は昨年、ガーシー、こと東谷義和容疑者の YouTube にゲスト出演し、ジャニー北川氏からの性加害を告発していました。彼は平野の名前も挙げており、平野ら3人が金プリから脱退する報道後には、ツイートで、また俺と組む 懐かしく4人で行こうぜ、と投稿し、平野たちの反応を伺っているようでした。そして、5月16日にカウアン氏は国会でヒアリングを受けた際に、僕が未成年の時に受けた性被害と今後子供たちの被害を防ぐことができる仕組みを作ってほしい、というツイートをしました。 このツイートに対して、平野は自身のブログで、他人は他人、うちはうち、という言葉を選んだのかははっきりしていませんが、カウアン氏が平野の名前を何度も出したことで、ティアラたちを不安にさせてしまったと考えられます。この数踏みは平野がティアラたちの複雑な気持ちを考慮したメッセージだったのかもしれません。 平野は金プリとして最後の日に勇敢な姿を見せました。ブログでは無理はしなくていいよ、その日できる100%でやれば、と綴られています。ティアラたちは無理をしない平野の100%のパフォーマンスを待ち望んでいるのかもしれません。金プリのメンバー構成が変わり、ファンたちは新たな展開に期待と不安を抱えています。しかし、 平野のブログはファンたちにとって大切なメッセージであり、彼の気持ちを理解することで絆を深める機会にもなるでしょう。今後のキンプリの活動とメンバーたちの成長に多くの人々が注目しています。